はい、どうも皆さんこんにちは、おちです。本日なんですけれども、イギリスロンドンヒースロー空港に来ております。先ほどですね、イタリアのローマからスペインマドリード経由でこちらにやってまいりました。これからですね、皆さんにお届けするのは、ヒースロー空港の第4ターミナル直結、こんな感じで直結してるんですけどのホリデーインエクスプレスというホテルをねのレビューをねお届けできたらなというふうに思っております。なのでぜひ見ていただければというふうに思います。はい、で、まあ、こんな感じでね、ずっと屋根付きのところですね、安心ですね。雨が降ってて荷物が多くてもっていう感じです。で、私イベリア航空を利用してやってきました。で、まあ、世界一周旅行航空券というワームワールドのやつで、まあ、やってきたわけなんですけども、そちらはねターミナル5に着きました。はい、なのでターミナル5から、まあ、ターミナル4まで、まあ、やってきたわけなんですけれども、まあ、空港内の移動、ターミナル間の移動はですね、無料のチケットですね、電車のチケットが発券機でもらうことができますので、そちらでもらって、はい、まあ、乗り継ぎをしてやってきたという形になっております。はい、ということでこれから向かっていきましょう。はい、ヒルトンとか他にもねクラウンプラザありますね。こちら私が行くのはホリデーインエクスプレスという方になります。はい、で気温もね、まあ、もう10月の頭なんですけど結構冷たいですね。はい、これから行きますが、結構クルーの皆さんもですねこちらを利用されてるみたいで、何人かというか団体ですれ違いましたね。はい、ということで、まあ、このまま進んでいきたいというふうに思います。いたしました、ホリデーインエクスプレスでございます。やった、着いた。ということでチェックインをしていきたいというふうに思います。見てください、この綺麗な内装、はい、いい感じです。ではそれではちょっとチェックインをしましょう。OK? チェックインプリーズ。 OK?Welcome to Holiday Inn. I see that you have a reservation. It's for two nights and it's just for yourself, right? He knows everything about food, yeah? Do you? はい、無事にチェックインをすることができました。これからですね、リフトに乗って上に上がっていきたいというふうに思います。はい、6階でございます。はい、私の部屋がある6階にやってまいりました。今回のお部屋は689という部屋になっております。はい、上からの景色こんな感じです。めちゃめちゃ高い、おそらく一番上の階をいただいております。はい、行きましょう。689、こちらです。今日はとても疲れております。このあとね、下のちょっと高いかもしれないんですけど、夜ご飯もレストランでね食べようかなっていうふうに思います。もう疲れております。はい、こちらですね。結構遠いですね。でも内装めちゃめちゃ綺麗です。よかった。こちら689という部屋になっております。じゃあ入ってみましょう。荷物をねもう入れております。じゃーん、めちゃめちゃ綺麗でございます。まずはお部屋の全体像からですね、こんな感じのお部屋となっております。はい、大きなねチェアに大きなベッドですね。
で、こちらテレビがありまして、ここはどんな景色かというと、お、空港が見えるじゃないですか。素晴らしい。はい、見えております。結構今おそらく飛行機飛ぶ街をたくさんしておりますね。許可待ち。はい。で、肝心のですね、いつものお風呂の様子です。こんな感じです、入り口。はい、洗面台がありまして、まあタオル、はい、十分ありますね。トイレットペーパーがあります。で、はい、じゃーんって感じですね。はい、綺麗です、とても綺麗。このホテル選んでよかったですね。空港からも近くて、まあおそらく疲れてるだろうなと思ってここにしたんですよ。よかったです。ということで、下のレストランに行きたいというふうに思います。はい、それでは1階にあるレストランに行ってみましょう。はい、はい、というわけで座席に着きました。もう本日はもうめちゃくちゃ疲れました。もうね、何なんだろう、なんでこんなに疲れてるんだろうっていうぐらい疲れてます。っていうのもね、今1回来たことあるから、ロンドンにはだから安心してるのか、でも結構これ前ね、まあ、知らない人とかものばっかりだったんですよ。で、疲れてるっていうよりか緊張感というか、こうアドレナリンずっと出しっぱなしだったので、はい、やっとあロンドン落ち着いたなっていう感じですね。で、まあこれからね、ロンドン明日は、まあ、人に会うんですよ。ちょっとお話を聞かせてもらって、で、まあ、企業を訪問させていただくっていう形ですね。で、日本人に会うっていう安心感。そして明後日にはですね、なんとロンドン出るんですよ。で、次南米に行くんです。で、南米行くと、そこには、ホームステイをさせていただくんですね。で、ホームステイ先は僕の大学に留学に来てた子の家に泊まりに行きます。で、それが、まあ、1週間ぐらいあった後に、アメリカのフェニックスに行きまして、アリゾナですね。まあ、そこも1週間半ぐらい、10日間ぐらいでね、10泊ぐらいホームステイをさせていただく。で、そこは去年ね、大学の方で行った時に泊まらせてもらったところなので、まあ知ってる人たちですね。2週間半ぐらいで、その後ロサンゼルス移動します。で、ロサンゼルスでは高校時代に中高の友人がいるので、まあ会う予定なんですね。これ安心ですよね。で、最後ホノルルです。まあ、ここは日本人多いし、まあここもね、行ったことあるんですよ、ホノルルは。なので、その安心感からやっとこう昨日のイタリアまでが本当に一人でずっと行動っていう形だったので、非常に今はね、安心しております。はい、ということで、ご飯が来るのをね、待ちたいというふうに思います。はい、というわけで待ってました、やってきました。こちらご飯です。はい、明日こそはフィッシュ&チップスを食べたいです。はい、ということで、まあ、今日はね、食べてしっかり寝て明日に備えようというふうに思います。ということで、いただきます。はい、部屋に戻ってまいりました。これからですね、もうシャワーを浴びて今日は寝たいというふうに思います。もうすっかり夜もね、深くなってまいりました。うん、ということで、おやすみなさい。はい、どうも皆さん、おはようございます。今のただいまの時間は午前7時15分頃となっております。まだ外はですね、明るい、まあ明るいも明るいんですけど、薄暗い、そんな状況となっております。で、これからですね、ホテルのモーニングに行きたいというふうに思います。はい、久しぶりのモーニング付きのホテルでございます。うん、ということで、いっぱい食べようかなというふうに思います。まあね、どんな朝食かっていうのは皆さんにお見せできればなというふうに思いますので、ぜひ見てください。じゃあ行きましょう。はい、1階にやってまいりました。もう多くの方がですね、チェックアウトをしている、まあそんな状況となっております。はい、じゃあ行きましょう。グモーニング。じゃあモーニングですね。あっちで撮る感じですか。はい、
ですね。奥で、まあ、バイキングのような形式でございます。はい、あ、めちゃめちゃいいですね。パンにクロワッサン、コーンフレークに、はい、スムージーみたいなのもありますし、スクランブルエッグにベーコン、コーヒーもいただけるようです。めちゃめちゃいい。なんとバナナ1本丸ごとです。ということでいただきましょう。朝食先ほど取ってまいりました。こんな感じでございます。見えますかね。はい、めちゃめちゃいいですね。で、オレンジジュースとですね、まあラテまでいただきまして、なんとバナナが1本そのまま置いてある感じでした。めちゃめちゃ綺麗くていいですね。ということでいただきます。はい、あのね、先ほどまではね、朝ごはんの様子をお届けしたと思うんですけども、夜になりましたので夜ごはんでございます。今回はやっぱりイギリスといえばこちら、フィッシュ&チップスでございます。これね、一度はね、やっぱ本場で食べたかったっていうのもあります。そしてビールをいただきます。乾杯。イギリスのビールです。めちゃめちゃ美味しい。ということでいただきます。はい、それでは早速いただきます。はい、部屋を出てまいりました。これからですね、あのこのホテル、はい、チェックアウトして空港の方に向かいたいというふうに思います。それでですね、まあ、今回の動画は、まあ、ホテル滞在期でした。で、次回の動画はロンドン滞在編になります。ぜひそちらもご覧ください。でですね、まあ、時系列おかしくなりますけれども、その次の動画ですね、ロンドン滞在編の次の動画はフライト日記になります。これから乗るフライトっていうのが、イギリスロンドンヒースロー空港からアメリカのマイアミにアメリカン航空をですね利用していきます。ぜひね、そちらもご覧いただければなというふうに思います。マイアミはね、あのトランジットで利用になりまして、その後南米のチリに、はい、移動しますので、ぜひその後の流れもですね楽しんでいただければなというふうに思います。じゃあそれではホテルチェックアウトしますので、本日もご視聴いただきましたことにありがとうございます。またお体にお気をつけて皆さんもお過ごしくださいということで、さよなら。